澤出でーす。今日はみんなにちょっとした報告。私澤出、彼氏ができました。できましたっていうか、付き合ってから1年は経つので、まあ、いますみたいな感じなんだけど、一応みんなに言っとこうかなと思って言っときます。あ、みんなからしたらね、あ、だから何っていう話だとは思うんだけど、すいません。まあ、あともう一つ理由としては、一緒に動画撮りたいなって思って、私、パラスティカっていうチャンネルで、まめなさんと2人で二人三脚でやってるんだけど、まめなさんとやってるチャンネルの方はこうイベントをやってみたりとか、あとグッズを出してみたりとか、まあ、二人三脚でいろいろ頑張ってるわけですよ。でも個人の方ってほんとちょっとした息抜きみたいな感じでやってるだけになっちゃってて、これもうちょっと個人の方にも力を入れたいなとなった時に、やっぱ一人で撮影しに行くのとかってちょっとごめんなさい、私難しいのよ。一人で街中でセルカ持って、はいこんにちはとかできないの、マジで本当に申し訳ないんだけど。で、まあ友達に頼むのもよし、ケンコバさんと動画撮ってみたりしたいなとも思ってるなんだけど、まあ気軽にすいません動画撮ってくださいって頼めるのが彼氏かなっていうのと、まあ、あと彼氏と喋ってて、わーこれ楽しいな、これ一緒に動画撮ったら楽しいなって、まあ、思ったっていうのもあって、みんなに報告した後に、まあ、たまに動画一緒に撮れたりしたらいいかなと思って言ってみました。やっぱ彼氏と遊ぶことが必然的に多くなるから、その写真とかもなんか彼氏が撮った写真とかが多いんだけど、なんかそれを SNS に上げちゃうと、これ誰が撮ったんですかみたいになるかなって。だって私結構引きこもりじゃん、おかしいじゃん、急に釣り行った時の写真とか載せたらこれ絶対男やんってなるじゃん。なんかそれこっぱずかしくて、なんか全然彼氏と出かけた時のそのまあたどりの写真とか全然 SNS に上げたことなくて、そういうのも今後上げられるかな、言っとけばみたいな。まあ、この報告はね、私からしたらすごくメリットなんだけど、まあ一応報告はしたんだけれども、特に何かチャンネルの路線が大幅に変わるとかないので、一人暮らしの Vlog も取りだめしているものがたくさんありますので、出すし、購入品紹介とかもやるし、一人でブツブツ喋る動画とかも出すしって感じではあるんだけど、まあたまにね、出かけた時に Vlog 撮らせてもらったりとか、まあ彼氏と喋る動画とかも出せたらいいのかなって。相手の人は全然 YouTuber とか同業の方ではなく一般の人なんだけど、ね、とにかく喋ってて楽しい人なんで、これね、動画撮ったらね、一緒に楽しいなーなんて思うこともちらほらあるんですけど、個人チャンネルもちょっと力入れていきたいなと、動画の投稿本数とか増やしていきたいなと思っている中で、ちょっと私が一人で頑張るには心もとなかった部分があるので、ちょっとその動画撮る時とか彼氏に手伝ってもらえたらなっていう気持ちではありますので、この間パラのファンクラブ限定のイベントをやった時にね、その卓上にうちらの思い出の写真を飾ろうっていう風になって、今までのその写真とかを探したのよ。そしたらそのパラスティカの銀の盾が出てきて、やっぱ銀盾を見た時に、わーすごいいいなって思ったのと同時に、こちゃんでもこの銀盾をもらいたいってなったの。だからちょっと銀盾目指して頑張ってみようかなって思ってる次第でございますが、まあちょっと私の性格上、頑張りますって言い切っちゃうと、プレッシャーになって、あいやいやってなっちゃうんで、やめときます。はい、というわけで今日は、まあ、短い動画になってしまったんですけれども、一応報告動画でした。一応、この間、彼氏と家で飲むっていう動画も撮ったので、まあ、それも、近々出したいと思いますので、よかったらちょっと見てみてください。ベースは変わりませんので、皆さんご安心を。ということで、澤出でした。さよならー。